皆さんおはようございます。新生会の樋口千代子でございます。ご指名をいただきましたので一般質問をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症の拡大は社会の在り方や価値観、生活様式を大きく変えてしまいました。このような中、地域や地区、区開催の事業、また NPO、ボランティアの皆さんが積極的に実施してきた事業等が見直しを余儀なくされ、地域づくりや地域での支え合い活動が停滞しています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の切り札と期待されているワクチン接種が始まりますが、夏ごろまでには接種の見通しが立ち、年内には地域の事業が再開されることを期待しています。新型コロナウイルス接種体制の確保について、4点についてお伺いいたします。接種時期の見通しですが、新聞報道によりますと、ワクチンの供給量も不十分な状況であり、担当者の皆さんは見通しも立ちにくく、大変ご苦労をいただいていると思います。そのような中での質問で申し訳ないとは思いますが、65歳以上の方の年齢別優先順位は考えているのかお伺いいたします。集団感染が起こりやすい高齢者施設に働く職員は、入居者の皆さんに感染させてはいけないと神経を尖らせ、自身の行動を毎日管理し、業務に当たっています。高齢者施設入居者の方と職員の接種日程の見通しをお伺いいたします。また、在宅介護サービスに関わる職員の方も優先接種対象に加わりましたが、接種日程の見通しについてお伺いいたします。次に、医療従事者の確保についてですが、集団接種での医師、看護師、事務員は確保できたのかお伺いいたします。特に看護師は1時間あたりかなり高い賃金で募集が出ていますが、経験のある看護師が確保できたのかお聞きいたします。次に、16歳以上の方の接種が開始になったとき、廃棄物を収集する業者、エッセンシャルワーカーの皆さん、最上の職員の方、保育士、教職員、給食職員の方から接種を優先してほしいという希望が出ておりますが、お考えをお伺いいたします。次に、接種副反応への対応ですが、先行実施の医療従事者の方の接種後の副反応は、じんましん、寒気、脱力感や発熱などであり、アナフィラキシー反応につきましては、今日の新聞報道では、国内3例目が発症したということですが、これからは基礎疾患のある高齢者の接種が始まります。私の関わっている施設では、インフルエンザワクチンは入居者、職員合わせて120人近くを2日間で実施しています。今回のコロナワクチンでは、嘱託医の先生と相談し、副反応を観察するため慎重に対応したいこと、介護職員の日常の業務に影響が出ないようにすることを考え、4日間ほどに分け、分散接種を予定したいと思っています。分散接種に合わせ、ワクチンの配送をお願いできるかお伺いいたします。また、市内同時に多くの場所で65歳以上の方の接種が重なったときに、接種を原因とした緊急搬送時に救急車が遅れることなく来ていただけるのか、また、搬送先の病院は確保できているのかお伺いいたします。次に、地域包括ケアシステムの実現に向けて質問させていただきます。国では、団塊の世代すべてが前年度末までに後期高齢者に達している2025年を地域包括ケアシステムの構築における目標年度と設定しています。本市では、第5次総合計画第3期中期戦略では、地域包括ケアシステムの実現を掲げています。また、塩尻市生き生き長寿計画では、これまでの取り組みの状況や地域特性を十分に踏まえ、地域包括ケアシステムの不足、悩みの解消を図り、質を高めていくことが必要になっていると説明しています。
地域包括ケアシステムの推進状況を把握したいと思い、市内10地区の市所長さん、福祉関係職種の方にインタビューをお願いし、現状をお聞きしました。先の篠原議員への答弁でもお聞きしましたが、再度担当部として毎年進捗状況を聞き取り把握されているのかお伺いいたします。あわせて不足弱みの解消を図るとしていますが、具体的にはどの点が不足弱みと捉えているのか、解消に向けどのように取り組んでいかれるのかお伺いいたします。次に支援コミュニティの活性化についてお伺いいたします。地区を回り話を伺う中で、地域包括ケアシステムの実現イコール地域づくりであり人づくりであると実感しました。超高齢化社会の課題を解決していくには、高齢者だけの問題ではないと思っています。第3期中期戦略に支援コミュニティの活性化とあり、地域リーダーの発掘育成支援、各市所ごとによるサポート体制の構築となっています。地区の声として問題解決に継続的に取り組む担い手となるリーダーが必要。現時点では地域を動かす視点が盛り上がってきていない。誰が音頭を取るのか、リーダーシップを取る人がいないといった意見がありました。このような状況の中、具体的にどのような体制で支援コミュニティの活性化を進めていかれるのかお伺いいたします。次に、地域課題解決に向けたプラットフォームの構築についてですが、先の古畑議員への答弁で理解いたしましたので、再質問からお願いいたします。次に、区単位の補助金の創設についてですが、地区より区の活動が活発な地区がかなりありました。地域住民自らが地域課題の解決に向けた方策や具体的な活動に取り組んでいくために、モデル区を設定し検討していきたいという意見もあります。それには活動費の問題が出てきます。市から補助金が出ないので、県の支援金制度や国の爽やか財団の補助金を利用している事例もあり、またお金がないので断念している地区もありました。区単位の補助制度創設という要望がありますが、創設のお考えをお伺いいたします。次に、縦割り行政から横断的なつながり強化に向けてですが、支所には縦割りでいろいろな事業が降りてきます。塩尻市地域包括ケアシステムの全体図には、町内連携とあり、制度、分野ごとの縦割りを超えて連携していますとなっています。松本市では4月から地域包括ケアシステムの強化に向け、地域づくりセンターの数箇所をモデル地区と選定し、担当保健師を配置していくという報道がありました。コロナワクチン接種が始まりますので、1年先送りになるとは思いますが、保健師が1人開拓者になるのは大変なことだと考えます。本市では町内連携として関係課長のネットワークはあるということですが、現時点での町内連携体制の進捗状況についてお伺いいたします。次に、支所単位の関係職員のネットワーク会議の開催についてお伺いいたします。住民主体で地域づくりをどうぞという前に、まず地区ごとに関係職員が集まり、その地区の課題を話し合うことから始め、次に住民を巻き込んでいくことが重要かと考えます。支所単位に関係職員のネットワーク会議を開催していくお考えがあるかお伺いいたします。次に、地域包括ケア推進協議会仮称を設置すると計画しています。この協議会にどのような役割を持たせていくのか、事務局はどこが担当し、構成メンバーはどのような団体、個人に入っていただくことを考えているのかお伺いいたします。次に、介護保険事業者連絡会の役割についてですが、コロナ禍の状況の中、施設に感染者が発生したときに、社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業がスタートしました。本市では、幸いのことに、今のところ社会福祉施設でのコロナ感染症の心配はない状況ですが、感染予防対策等情報共有の場が欲しいところです。
本市では介護保険事業者連絡会が立ち上がっていますが、事業者間の顔の見える関係づくりが進んでいるのでしょうか、お伺いいたします。また介護人材の不足は深刻な問題です。介護資格がなくても働ける施設はありますので、コロナ禍で就職先を探す人の動きが出てくるかと期待していましたが、ほとんど動きはない状況です。新規取り組みの介護人材の育成確保の促進について、どのように取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。外国人の介護技能実習生や特定技能の受け入れ事業も再開していますが、課題が多い状況です。介護人材の育成確保についても、介護保険事業者連絡会の役割は大きいと思います。地域包括ケアシステムの中で介護保険事業者連絡会をどのように機能させていくおつもりか、お伺いいたします。次に投票率向上についてお伺いいたします。4月25日に行われる参議院長野県選出議員補欠選挙、また今後行われる衆議院解散総選挙について、一人でも多くの方が安心して投票できる対策を徹底していくことが重要です。県選挙管理委員会では、新型コロナウイルス感染症の懸念から投票を控える動きが顕著に出ないよう、投票所の感染対策に力を入れ、投票率の向上を図るとしています。選挙に関心を持ってもらえるように、除菌ウェットティッシュやマスクの配布といった啓発に取り組むと言っていますが、本市での投票率向上に向けてのお考えをお伺いいたします。また、選管配布予定の除菌ウェットティッシュとマスクの配布はどのように行っていくのでしょうか、お伺いいたします。次に投票所等の感染防止について、県選管ではアクリル板やシートを設けて人と人との接触を減らし換気を徹底する、使い捨て鉛筆を使うほか鉛筆の持参を呼びかけるとしています。本市においては3密を避け安心して投票所に来ていただけるようにどのような工夫をされていくのか、また投開票所に関わる職員や投票所にて立ち会い人をされる皆様は長時間で不安であると思われますので、合わせて対策をお伺いいたします。最後になりますが、塩尻駅北土地区画整理事業地内への投票所増設についてですが、住宅区画地の販売は順調に進んでいるということですが、事業地内に隣接する既存世帯に加え新たに約280世帯が増える予定と聞いています。従来ですと塩尻市保健福祉センターが投票所になるわけです。塩尻駅北からですと投票所まで距離もありますし、3密対策を考えれば事業地内に新たに投票所の増設が必要と考えます。塩尻市総合体育館も完成したことですし、投票所としての機能は果たせるのではないでしょうか。投票所増設についてお考えをお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。はい、2番議員の質問に対する答弁を求めます。青木健康福祉事業部長。樋口千代子議員の一般質問にお答えいたします。私からは新型コロナウイルス感染症ワクチン接種についてお及び地域包括ケアシステム実現についてお答えをいたします。はじめに新型コロナウイルスのワクチン接種体制の確保についてでございますが、まず接種時期の見通しですが、
医療従事者のワクチン接種は都道府県が実施主体でありまして、長野県においては3月1日の週および8日の週に超低温冷凍庫が配置されている基本型接種施設である県内の医療機関にワクチンが配送され、5日から順次接種が開始されていることが公表されているところでございます。で、市内の医療従事者の接種につきましては、市内5カ所の病院が基本型接種施設からワクチンが配送される連携型接種施設となっていることから、まず当該病院所属の医療従事者が勤務先の病院で接種を受けることになりますし、病院に併設されている老人保健施設等の従事者も合わせて接種が受けられることとされております。またその他の院や診療所、歯科医院、薬局などの医療従事者については1回目の接種を今月中に市保健福祉センターで集団接種として行う意向があるというふうに聞いておりますが、ワクチン供給の不透明な状況がございますので、明確な開始時期が見通せない状況であります。65歳以上の高齢者の接種からは市が実施主体となりますけれども、今後のワクチンの供給状況によっては高齢者施設の入所者を先行させることですとか、年齢を細分化するなどの対応が必要になるものと考えます。なお、高齢者入所施設の従事者につきましては、高齢者と一緒に接種することが可能となっておりますが、現時点では県からワクチンの供給計画が示されておりませんので、こちらも接種時期は見通せない状況です。さらに在宅サービス等の従事者の接種につきましては、現在詳細が示されておりませんが、これが示され次第対応をしてまいりたいと考えております。次に医療従事者の確保につきましては、本市の集団接種におけるスタッフについては、医師、看護師、薬剤師関係につきましては延築医師会および松本薬剤師会の協力により確保ができる見込みであります。また、問診や経過観察等を行う看護師等については、市が実施している検診等の補助員に協力をお願いするほか、不足する場合は市の保健師で対応することとしております。会場内の案内や駐車場等の対応については、全庁的な職員を応援体制をお願いするとともに、一部業者委託も検討をしております。次に接種対象者でございますが、高齢者接種以降のワクチン接種の優先順位については、現在国が定め全国一律で進めることになっておりますので、現時点では市町村の裁量によって特定の業種を優先させることはできないものと考えております。次に副反応への対応につきましては、集団接種の際には過去にアレルギー反応があった方や基礎疾患をお持ちの方など、副反応のリスクの高い方につきましては、問診の際に丁寧な聞き取りを行うなど、リスクの軽減に努めるほか、接種会場には万が一に備え重度の副反応に対応できる救急処置セットを用意いたしまして、すぐに応急処置ができる体制を構築いたします。また、救急搬送業務を担う松本広域消防局と十分連携をして、消防署が事前に迅速な救急搬送体制を検討できるよう、ワクチンの接種会場や日程等について情報共有を図るなど協議を進めてまいります。なお、市内の高齢者施設等でのワクチン接種につきましては、各施設の実情に合わせまして日程調整やワクチンの配分等、配送等を柔軟に行う予定でありまして、
この日程調整の際にはワクチンの供給、万が一の救急搬送に支障をきたさないように、各施設の接種日が同一日に集中しないよう努めてまいります。次に地域包括ケアシステム実現についてお答えいたします。はじめに地域ケア推進会議の進捗状況についてでございますが、まずこの進捗状況の把握につきましては、毎年推進会議の未設置地区も含めて各支所長と連絡を取り、直接支所への訪問や電話での聞き取りで各地区の状況を把握しています。本年度は昨年からの新型コロナウイルス感染症のために会議が開催できず、思うように進展しない現状がありますが、未設置地区3箇所のうち2箇所については直接伺って今後の方針等を協議したほか、他の地区につきましても電話連絡等で状況確認をするなど、今月末までには全地区と連絡を取り、来年度に向けての方針を固めてまいりたいと考えております。不足弱みにつきましては、先の篠原敏郎議員にもお答えしたとおり、地域課題についての共通認識はあるものの、その課題解決に向けた活動まで進まない状況の地区がほとんどでありまして、市民自ら取り組む意識が薄いこと、また核となる人材が出てこないことが弱みであり大きな課題であると考えます。一朝一夕には解決しない課題でございますが、市民の意識づくりをどう進めるか、どのようにして地域の人材の発掘育成ができるか、今後も支所長等をはじめ町内関係課と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。次に、縦割り行政から横断的なつながり強化に向けてのうち、町内連携につきましては、令和元年8月に地域づくりに関係する課で構成する地域づくりワーキングチーム会議を、課題の共有、地域づくりの在り方などを研究検討する場として設置いたしました。メンバーは6課の課長となっておりますけれども、必要に応じて担当者も出席し、町内横断的な連携の場としております。チーム会議では健康福祉事業部がリーダーシップを取って、各課で担当する事業の課題や地域づくりの方向性、組織の在り方等について情報共有や意見交換を行っておりますが、今後はメンバーとなる関係課の拡大も検討し、さらなる連携につなげてまいりたいと考えております。なお、地区ごとの地域包括ケアシステム推進への取り組みにつきましては、各地区の地域ケア推進会議に関係課の職員は出席しておりますが、各地区において連携した対応とまでは至っていないというのが現状でございます。次に、地域包括ケア推進協議会仮称でございますが、こちらについてお答えいたします。現在予定している地域包括ケア推進協議会は、医療と介護の連携強化と地域での支え合いの仕組みの構築を目指し、地域包括ケアシステムの推進強化を図るために令和4年度に設置を予定しています。本市ではこれまで在宅医療介護連携推進協議会と地域ケア推進協議会、これがそれぞれ別々の活動をしてまいりましたが、この2つは同じ地域包括ケアシステム、地域包括ケアシステムの中にありまして、連携を取ることで一層の推進強化につながることから、市全体の地域包括ケアシステムを推進する組織として位置づけたいものでございます。またこの協議会で生き生き長寿計画の策定協議や進捗管理等も行っていきたいと考えております。事務局は健康福祉事業部長寿課が担いまして、現時点の構成メンバーとしては
医療介護に関する団体の代表者や地域ケア推進会議の代表者等を想定しております。個人のメンバーについては今のところ具体的には考えておりませんが、地域づくりの専門家等のアドバイザー的な方の参加など必要性等を検討してまいります。次に介護保険事業者連絡会の役割についてでございますが、この事業者連絡会についてはこれまで主に研修会やグループワーク等の活動を行ってまいりました。昨年度と今年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、これまでのような活動が実施できませんでしたが、事業者連絡会の理事等が委員になっております在宅医療介護連携推進協議会では、感染予防対策の研修をウェブ上で1月に開催したところです。関係者100人ほどの参加がございました。今後は今年度中に同じサービス業種同士の横のつながり等についてアンケートを実施して、来年度はそのアンケートをもとに具体的な横の連携づくりに取り組んでまいりたいと考えております。次に介護人材の育成確保の状況につきましては、昨年行った事業所へのアンケートでも施設系サービス事業者の約7割が人材の採用で困っているとの回答がありました。将来を見据えた上でも介護人材不足により必要なサービスが受けられない可能性が生じるというような課題も伺えます。こうした状況を踏まえ、本市では令和3年度には介護職員参入促進事業として初任者研修助成および介護補助員養成講座を、また人材募集支援として県外からの人材確保に新たに取り組みをいたします。令和4年度以降には介護の理解促進のための市民公開講座のほか、外国人人材受け入れ研究として外国人人材の受け入れに関する制度概要等の説明会や相談体制整備を図ってまいりたいと考えております。地域包括ケアシステムの中で事業者連絡会をどのように機能させていくかにつきましては、在宅医療介護連携推進協議会の介護の部分を担っていただいている事業者連絡会、これは地域包括ケアにおける重要な役割を有しているものと考えますので、今後も引き続きこの事業者連絡会の活動を支援していくことで、サービスごとの横の連携体制を構築し、市民にとってより良い介護サービスが提供できるよう努めてまいります。私からは以上でございます。小林市民生活事業部長。私からは2の地域包括ケアシステム実現についてのうち3点お答えさせていただきます。まず括弧2の遅延コミュニティの活性化についてでございます。遅延コミュニティの活性化のためには、地域の特性や実情に合ったコミュニティを支える仕組みを構築し、多様な声を生かした地域活動への支援が必要と考えております。現在各地区においては、地域住民の皆さんを構成員といたしました地域協議会等を組織し、地域課題の洗い出し、多様な主体の協働によっての課題解決に向けた取り組みを行っていただいております。地域リーダーの育成のために、これまで市全体の研修会や地区内での研修、また話し合い等を実施してまいりましたが、議員ご指摘のとおり
多くの地区で担い手となる地域リーダーの発掘育成に苦慮している状況でございます。このような状況の中、地域の状況を知り地域の人を把握している司書によるサポートは極めて重要であると考えております。司書と地域に関連した部署や職員等とも連携を図り、各地区の課題解決に向けた取り組みを支援していく必要があると考えております。次に区単位の補助金についてでございますが、確かに住民はまず身近な区の単位で基本的な活動をしていらっしゃいまして、住民自らがよくしていこうとする地域の範囲もまずは区単位であろうと思います。現在区で実施するソフト事業、ハード事業等の整備につきましては、ふれあいのまちづくり補助事業の活用をいただいておりますけれども、今後につきましては地域活性化プラットフォーム事業補助金との整合を図る中で、より活用しやすく地域課題の解決の実情に即した使いやすい補助制度にしていくことも研究してまいりたいと考えております。次に括弧3の縦割り行政から横断的なつながり強化に向けてのうち、丸2の秘書単位の関係職員ネットワーク会議の開催についてお答えをいたします。地域ケア推進会議をはじめ、地域課題の解決に向けた取り組みを支援するため、地区の関係職員が連携することは非常に重要だと考えております。現在も地域ケア推進会議においては長寿課が主体となり、秘書長、地域振興課、社会福祉協議会の県域担当者等が協力し、テーマが決まっている場合には関連する部署の職員も加わり、事前の打ち合わせをする中で地域ケア推進会議のグループワークなど、地域の皆様とともに地域課題について話し合いに参加しております。地域課題は地域の皆様が主体となって解決に取り組んでいただくことが基本ではございますけれども、地域課題の内容に応じては関係職員等秘書単位で加わることで、地域の実情により正確に捉え、課題の把握や解決に向けての議論が深まると考えております。今後課題等に応じた関係職員が横につながり協議をし、地域への効果的な支援ができるような体制を整えてまいりたいと考えております。私からは以上です。細ヶ谷選挙管理委員長。私からは3、投票率向上についての3点をお答えいたします。括弧1、コロナ禍における投票率向上につきましては、コロナウイルスの感染を防止しながらの啓発活動となりますので、広報誌、ホームページを利用した選挙の周知をはじめ、広報者の巡回、統一の防災無線を活用した啓発など、人との接触を抑えた形での啓発活動を重点的に行ってまいりたいと考えております。県選管から提供される啓発用のウェットティッシュやマスクにつきましては、街頭での手渡しでの配布が困難であるため、市役所や市長などの市関係施設に置くことや、従来の駅やショッピングセンターでの啓発活動の際は台の上に啓発物品を置いてお持ち帰りいただくような接触のない形での配布方法を考えております。次に括弧に投票所の感染防止につきましては、アルコールなど消毒液やパーティションの設置、会場の定期的な換気、物品の消毒など、県選管からの新型コロナウイルス感染症対策指針にのっとり対応してまいります。本市では感染症対策が円滑に実施できるように、投開票
投票事務従事者に対し十分な説明を行うようにしてまいります。投開票所の事務従事者につきましては、マスク、手袋の着用、事務従事者間の間隔の確保、換気の徹底を行い、特に開票所では事務に関わる人員の密集を防ぐように配置するなどの対応をし、選挙人、立会人等の安全を確保してまいりたいと考えております。また、この1年余り、すでに多くの自治体において、感染対策をしながら選挙事務を実施しておりますので、これらの自治体での対策等も参考にしてまいりたいと思います。括弧3、収受礼儀北土地区画整理事業地内での投票所増設についてですが、現在、市内の投票所は区の単位で投票所を設けており、大門7区においても投票所の設置の要望がありますが、大門7区の地域内には駐車場が十分ある施設がなく、設置が困難な状況であります。今後、塩尻駅北都市区画整備事業地内での住宅建築が進み、有権者が増えることは予想されますので、投票しやすいよう環境にしていくため、総合体育館を含め、地区に近い場所での他の施設利用の可否について研究してまいりたいと思います。以上であります。2番議員の質問に対する答弁、失礼しました。2番議員の質問を許します。はい、議長。2番。コロナワクチン の接種につきまして1点お伺いいたします。先ほど16歳以上の方の接種が開始になったときに優先的にお願いしたわけですけれども、医療廃棄物ですとかマスクの処理を行っているエッセンシャルワーカーの皆さんですとか最上の職員の方、非常に気を使って対応していらっしゃると思います。他の町村を聞きますと優先順位を市長の段階で考えられるというような報道もございますので、市として考えられるのか、それとも広域でに応募していっていただけるのか、県に応募していっていただけるのか、やっぱり16歳以上の方の接種というのは非常に大勢の人数になりますので、その中でも特に必要な方の優先順位というのは当然やっていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。はい、青木健康福祉事業部長。はい、先ほどお答えしたとおり、現時点ではまだそういったことをやっていいよという通知なり、案内が国からは来ていないということでそうお答えいたしましたけれども、とりあえず現在はまず65歳以上の高齢者をどう接種するかというところが喫緊の課題になっておりまして、ワクチンの供給体制も国の方で大変苦労していただいておりますけれども、現時点ではまだ十分な情報もないですし、供給体制がしっかり固まっていないところでありますので、その先の一般接種についても不透明な状況が非常に大きいということでありますので、今後の情報等を十分留意しながら取り組んでいけるものは取り組んでまいりたいというふうに考えます。以上です。はい、以上。はい、2番。はい、ではよろしくお願いしたいと思います。次に地域ケア推進会議の進捗状況についてお伺いいたします。10地区の状況をお聞きしますと、相馬地区のどんぐりプロジェクトは今はリーダーがいる、片岡地区のお助けネット片岡は高齢者がお互いに助け合うという機運がある、どちらも市の OB が積極的に関わっていらっしゃいます。でもいつまで続くか不安、引き継いでくれる人が現れるだろうかと心配しています。継続性を維持していく方策についてお考えがありましたらお聞きいたします。はい、青木健康福祉事業部長。はい、
ただいまご案内いただいた西区の取り組みが進んでいるところでありますけれども、こういった活動を自主的にやっていただいている地区につきましても、地域任せにするのでなく、会議には担当職員等が参加をして、相談支援を継続して行っていく体制を取ってまいりたいというふうに思いますし、今後の後継者発掘等についても、地域包括ケアだけでなく地域づくり全体の課題だと思いますので、町内のワーキングチームの中でも検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。2番しっかりと検討していっていただきたいと思います、はい。次に北尾の地区ですけれども、北尾の地区は非常に組織がしっかりしていまして、課題の拾い出しが終わり、解決に向かって進んでいこうという会議が進行中だということで、会議が組織がしっかりしているということを羨ましいなと思ってお話を聞いてきましたけれども、他の地区におきましては毎年課題抽出に終わっている地区、また取り掛かりが手詰まりの地区がありました。密接地地区3カ所含め推進体制をどのようにしていかれるのかお伺いいたします。今月末までに全地区と連携を取り、来年度に向けて方針を固めていくというお話ですけれども、所長さんにそれだけ責任が上乗せされるのでしょうか、お聞きいたします。青木健康福祉事業部長。はい、実際にその地域包括ケアの地域ケア推進会議の役割というのは非常に大きくなるというふうには思いますが、それにつきましては地区ごと、先ほど市民生活事業部長も答弁しておりますけれども、市所長中心に関係職員で地区の現状、支えの仕組み等について検討していくということが大変重要であるというふうに思いますので、市所長には十分な役割を果たしていただきたいというところがございますが、市所長だけに任せるのではなく、町内関係課、関係職員、一体となって進める必要があるというふうに考えます。以上です。はい、2番議員。市所長さん方からもリーダーがいない、住民の盛り上がりがないと非常に悩んでいらっしゃいます。で、地域包括ケアシステムの実現はこの3年間で達成を目指す必要がありますけれども、篠原議員の質問の中に、一つのセクションだけでは済まない問題、一つの部下だけでは対応できない問題、住民自らという気づき、ケーススタディの提示、また担当部長を置いてほしいという要望等の意見がありました。横断的なつながりをしていくには、やはり一人の力、一人の責任に任せるのではなく、チームで推進していくことが達成につながると思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。はい、小林市民生活事業部長。現在もですね、市長庁または地区調整担当を中心にですね、地域については支援をさせていただいているところでございます。それで課題等がですね、具体的に住民の方から抽出されまして、こういう課題を解決したいというような方向性が見えてきましたらですね、具体的なそういう支援も考えていきたいと考えております。以上です。はい、2番議員。もう一点青木部長にお聞きしたいですが、地域包括ケアシステムの実現を目指しましてですね、早い地区では平成26年度から始めまして、大体の地区では平成29年から始まっております。この地域ケア推進会議が思うように進まなかった要因はどこにあったかと、担当部長さんとしてお考えでしょうか。青木健康福祉事業部長。はい、先の篠原敏郎議員にもお答えしたところでありますけれども、まずこの名前ですね、名称が難しい、内容も難しいというか、理解がしづらいというようなことがありまして、それが一番大きなネックになっているというところがあります。それから
市からの、依頼でやっているというところで、住民の皆さんが自ら取り組んでいくというところが少し、意識が少ないという状況、それから地域の方の中でもリーダーシップを取っていただく方を見つけるのが大変だというようなところで、いろんな課題が重なって、こういう状況になっているというふうに考えます。以上です。はい、2番。住民の意識が薄いということは、住民の皆さんにとってとても失礼だと思いますけれども、その住民の意識が薄い少ないということを、行政の職員としてどのようにしていかなきゃいけないかということをやっぱり考えていかなければいけないと思います。遅延コミュニティの活性化に移らせていただきますけれども、小林部長さんからとても完璧なご答弁をいただきましたけれども、もう少し具体的に議論させていただきたいと思います。大門地区はですね、大門7区の世帯数の増加、一方人口減少地区、空き家、高齢化の問題、日小学校児童数減少等と多くの課題を考えています。大門地区の地域づくりを考え、課題解決に取り組んでいくには、誰かがリーダーシップを取り、住民参加で課題解決に取り組んでいく、やっぱり住民参加の機運を作っていかなければいけません。どなたにリーダーシップを取っていっていただければよろしいのでしょうか。先ほど、地区から要望が上がれば、地区センターに職員を考えるということでしたが、地区センターに地域づくりコミュニティワーカーのような方をの配置をお願いしたいと思いますが、お考えをお伺いいたします。はい、小林市民生活事業部長。すぐにですね、地区センターにそういう新たな職員の配置ということは特に今のところ考えてはおりませんけれども、先ほど事例で挙げていただきました、例えば北尾の地区ですと、地域性のこともあるんでしょうか、地区という単位で まとまりがあるというようなことを感じております。一方大門地区はですね、失礼とは思いますけれども、区ごとにはそれぞれ活動をいただいておりますけれども、地区全体としてはなかなかまとまりが今のところ出てきていないというようなことでございます。そんな中でですね、改めて市の方で職員をそこに配置してですね、地区の課題をさあ洗い出しましょう、皆さん協力してくださいっていうことで始めますとですね、行政主導になってしまいまして、こう地区の中からの盛り上がりということになかなか結びついていかないんではないかという危惧もございます。そんな中で一応地区ということを前提にはしておりますけれども、例えば区ごとにですね、一つの区で何か課題があってこれを解決したいというようなことであって、それが例えば横につながっていくようなことも考えられるというようなことであればですね、先ほども言ったように新たな職員の配置等も検討していきたいと考えております。以上です。はい、2番。数箇所にそのような職員を配置するという話も聞こえてきておりますけれども、古畑議員の答弁でですね、職員の配置について必要があれば人員要求をしていきたいというお答えになっております。大門地区は西小学校は令和5年には1年生が1学級になると予想されています。12月議会では学級選択制提案が白紙になりまして、住民の皆さんから残念という意見を聞いております。教育委員会としては、地域から建設的な意見を挙げてほしいというようなお話がありますので、大門地区の子どもの育ちを応援し、高齢者に住みよいまちづくりについて真剣に考えていく時期に来ていると思います。大門地区をモデルケースとして地域づくりコミュニティワーカーの配置を希望しますが、再度お考えをお聞きいたします。小林市民生活事業部長。そういう横断的な課題もございますので、町内でもですね、協議をさせていただいて、市民生活事業部ということではなくてですね、総務部門とか、他の部門とも協力協議をさせていただいて、考えさせていただきたいと思います。はい、2番。組織のしっかりしている地区には
配置するっていうような声も聞こえてきておりますので、そのしっかりしていないこれからという地区にぜひモデル的に配置をお願いしたいと思いますので要望しておきます。次に区単位 の補助金の創設についてですが、ふれあいのまちづくり事業補助金があるということですが、なぜ、職員は他の補助金に頼るのか、使い勝手が悪いのではないかと考えますが、お考えをお伺いいたします。小林市民生活事業部長。ふれあいのまちづくり補助金につきましては、以前からありまして、これは区単位で行う事業に対して補助をしております。その中で、地域活性化プラットフォームということを始めるときにですね、地区単位に、も補助できるものということで、地域活性化プラットフォーム事業を補助金として、今も行っているわけでございますけれども、なかなか先ほども言いましたように、地区の単位になりますと、まとまることが難しいとかっていうようなところも出てきておりますので、一方その区単位でですねやりたいけども現在のまちづくり補助金ではちょっとそぐわないというような面も出てきていると聞いておりますので、先ほどもご答弁しましたように地域活性化プラットフォーム補助金とのですね整合を図る中で新たなシステムを考えていきたいと考えております。以上です。はい、2番。はい、よろしくお願いいたします。今日は地域づくりコミュニティケアのワーカーコミュニティケアワーカーに随分私は固執しているんですけれども、縦割り行政から横断的なつながり強化に向けてですけれども、支所での縦割り事業を横断的つながりを強化していくには、やはり支所長ではなくてですね、支所長と一緒にリーダーシップを取る人が位置づけられないと進んでいかないと思っております。地区センターに地域づくりコミュニティワーカーの立場の人がいましてですね、関係職員のネットワーク会議があり、そして住民を巻き込んでいくことが支援コミュニティの活性化イコール地域包括ケアシステムの実現への早道と考えますが、先ほど行政主導って言いますけれども、行政主導に見えないような住民活動を盛り上げていくという手法もありますので、いかがお考えでしょうか。小林市民生活事業部長。繰り返しになりますが、今現在も市長または地区調整担当ということで各地区にそれぞれ職員を配置させていただきまして、そういうような仕事につきましては今までもやっておるというふうに思っております。その中でさらにですね、こういう問題について解決したい、こういう問題が最近は具現化してきたというようなことであってですね、具体的になれば新しい職員の配置も繰り返しになりますけれども、考えさせていただきたいと思います。以上です。はい、2番。では大門地区は新たな問題が、出てきておりますので、ぜひモデルケースとしてよろしくお願いしたいと思います。次にですね、地域づくりコミュニティワーカーの立場の人を配置できないとしたら、どのような取り組みが考えられるかお伺いしたいと思いますけれども、30年以上に前になりますけれども、行政主導だったと思いますが、各地区にふるさとづくり推進協議会が立ち上がりまして、地区の出身職員も部会のメンバーになり、活動したことを思い出しました。当時の活動を知っている職員からは、地域包括ケアシステムの推進も含め、地域づくりの推進には地元出身の職員も関わるべきではないかと意見もありますが、どう考えますか、お伺いいたします。はい、小林市民生活事業部長。大門地区につきましては、大門地域づくり連絡会議協議会というものが組織としてできているということを承知しておりまして、そこにじゃあ地区出身の職員が関わっているかどうかはちょっと承知しておりませんけれども、以前のふるさとづくりのようにですね、当然自分の地元としてですね、その地区の活性化のためのそういうような会議には職員として参加するべきだと思っておりますので、働きかけをしていきたいと思っております。はい、2番。その通りだと思うんですけれども、市所長がリーダーシップを取りですね、地区出身の職員が集まりまして、それぞれ今担当している部署から
担当している仕事から自分の地区をこう見つめれば、課題っていうのがおのずと自分の出身地区の課題っていうのが見えてくると思うんですよね。その課題を出し合いまして、チームで話し合い、一つ一つ住民にこの地区にはこういう課題があるということを提示しながらですね、住民を巻き込んでいくような、そんなネットワーク会議ができないかと思いますが、いかがでしょうか。はい、小林市民生活事業部長。ネットワーク会議につきましては、その職員だけで、やるということはあまり想定しておりませんし、地区によってはですね、出身職員が数少ないというような地区もございますので、なかなか全地区でそういうような体制にということはならないかと思います。ですので各地区にはですね、協議会等もできていますので、その協議会等に地元出身の職員として関わっていくということで、支援をさせていただきたいと思っております。以上です。はい、今いろいろお聞きしましたし、こちらの思いもお伝えいたしましたので、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。次に介護保険事業者連絡会の役割についてお伺いいたしたいと思います。社会福祉施設の入居希望者の方はたくさんいらっしゃいますけれども、介護職員になっていただける方をもう探しているのが毎日のような状況が続いております。本当に職員が不足気味ですし、職員が不足しておりますとですね、やはり重度の方を敬遠する傾向が出てくるという心配があります。本当に施設入所が必要な方が入れない状況もあると聞いておりますので、外国人の皆さんにもやはり協力していただけることがとても重要だと思っておりますが、令和4年度開始では遅いと思いますけれども、もう少し早急に進めていただくようなお考えはないでしょうか。はい、青木健康福祉事業部長。はい、人材不足の状況、介護分野については大変逼迫しているということは理解をしております。で、必要な方が使えない、サービス使えないというのは非常に大変な状況でありますので、市としても先ほどお答えしましたけれども、今回第8期の介護保険事業計画を策定する中で、介護人材の確保というのを非常に重要だということで、重点施策として位置づけて、まず3年度については職員の参入促進、介護職員の介護職の参入促進と人材募集にをサポートする取り組みを始めようということで、しております。で、外国人人材受け入れについてもですね、すぐ取り掛かれればいいんですが、その制度概要を、事業者の皆さんにも理解していただいたり、そういった体制の整備がまず必要になると思いますので、1年くらいは十分関係団体ですとか、そういったところと協議をしたり、先進的なところの事例を研究したり、そういった期間も必要だと思いますので、そういった形で、4年度以降にやっていきたいという、そういう考えでございます。以上です。はい、2番。職員不足で倒産に陥る介護施設も多くなってきている状況でありますので、やはり1年かけて真剣に、研究していただいて、1年後に質問させていただく機会がありましたら、その時はこんなに進んでいるよというふうにご答弁いただけるようによろしくお願いしたいと思います。最後に投票率向上につきましては、選挙管理委員長さん、ご答弁ありがとうございました。塩尻総合体育館も完成したことですし、ぜひ投票所の増設を研究していっていただきたいと思いますので、要望とさせていただきます。ちょっと時間残りましたけれども、以上で一切の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、以上をもちます。